皆さんこんにちは。本日もご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらのムック本です。クリスチャン・オリビエ・パリハーフムーンバックブック開封していきます。はい、開封いたしました。それでは詳しく見ていきたいと思います。クリスチャン・オリビエ・パリのバッグ久しぶりですね。お財布はちょいちょい出てたんですけれども、バッグはかなり久しぶりかと思います。ポイントを見ていきますと、まず正面のこちらにゴールドのロゴプレートがキラリと光っております。高級感のある仕上がりです。でプレートのこの下地の部分は合皮素材が使われております。でバッグはおなじみのモノグラム柄でとてもおしゃれな仕上がりですよね。で表面は撥水加工されておりますので、水を弾くのが嬉しいポイントとなっております。で正面こちらで後ろ側見ていくと、はい、裏側にはジップポケットが一つ装備されています。ジップの引き手は合皮素材が使われ大きめのものがついているので持ちやすく、はい、見た目の上品さもありますね。はい、ジップを動かしますと、ここはもうスムーズにスッと開けられます。で中の方を見ていきますと、なんとトリコロールカラーの裏地となっております。はい、パリということでフランスの国旗ですね。今年オリンピックありますけれども、トリコロールカラーがとってもおしゃれです。はい、まあ、サイズ的には iPhone のプロシリーズのケースですね。入れますと横にほんとぴったりギリギリ入るようなサイズになってます。はい、こうですね。なので大きめスマホはちょっと入らないかなというサイズ感です。そして下から見るとマチもたっぷりあります。で横から移しますとこんな感じですね。でこの部分は合皮の素材が使われておりまして、型崩れもしにくい形状にはなってるかなと思います。はい、そしてショルダーベルトはここでしっかりと取り付けられておりまして、幅広のものになりまして、さらにはサイズ調節も可能となっております。開口部もジップ仕様となっておりまして、先ほどのこっちのポケットのお引き手と同じものがついてますね。でこのハーフムーン三日月型の形状、これ人気ですよね。いろんな島村さんとかユニクロさんでも買いましたけれども、付録でもたくさん出てますが、今回もハーフムーンバッグとなってます。はい、では開けていきましょう。ジップの動きは特に問題ないですね。で端部ここ持ち手ありますので、閉める時もはい、スッと閉めることができます。では中見ていきましょう。内側の容量なんですけど、再販お願いします。久しぶりのキウイブラザーズでした。で中見ていきましょう。はい、内側は、はい、このようにブラウンカラーとなってますね。ちょっと暗めな印象、表側は全体的に明るい感じでしたけどね、ちょっと中は暗めな印象です。でポケットなんですけど、まずこちらにジップポケットが1つ付けられておりますね。で反対側行きますと、中央で分かれた一番下までの2つの内ポケットを装備。内ポケット充実しているのは嬉しいポイントですね。はい、で開口部のこの部分の縁の部分とか写しておきましょうか。このような仕上がりとなっております。それではいつものように荷物入れながらサイズ感確認していきましょう。まずは長財布、ムック本でありましたクリスチャン・オリビエ・パリの長財布、これくらい開口部余裕があって、はい、横にこのように入れることができます。でこう角こう丸くなってますので、ちょっともしかして当たるかなと思ったんですが、ちょうどこの平たい部分にぴったりくるようなサイズ感になってますので、浮き上がりはないですね。続いてペットボトル入れてみましょうか。大きいやつ入れてみますと、はい、長財布のすぐ横に倒して入れると、はい、こんな感じになります。マチが広くなってますので、長財布とペットボトル並べて入れることも可能ですね。はい、まあ、ただこれ入れちゃうとかなり容量がいっぱいになってきます。そしてポーチ1つ入れてみましょうか。と入れようと思ったらだいぶはみ出しちゃいますので、かなり小さいのじゃないと入らない感じです。もしくはペットボトルは別で持つという感じになりましょうかね。はい、それかペットボトルではなく長財布を諦めて小さめのお財布にしておくといいかもしれません。これだったら縦に入れて、その横ら辺に、ポーチを入れることも可能ですね。こんな感じで入ってくれます。今回はこの形でいってみましょう。そして今度内ポケットなんですけれども、ここはスマホですね。先ほどこっちにも入れましたけれども、 iPhone のプロシリーズのケースは
はい、ここにも問題なく入ります。あともう一個ポケットありますので、ティッシュとかハンカチとかですね、ちょっとここ入れてみましょうか。はい、今これ入れようとしてるんですけれども、こちらの大きなペットボトルがポケットのとこまでこう来ちゃってますので、入れる時にちょっとですね干渉しちゃっております。ですのでちょっと入れる位置を反対に変えまして、はい、まあ、これを入れていきます。そしてこちらのジップポケットには今通帳を入れましたけれども、はい、通帳しっかり入ってくれます。あとはハンディ扇風機モズさんのとか入れようと思ったんですけど、あ、なんとか入りそうですね。ジップ閉めてみますと、はい、ギリギリ収めることできます。その他折りたたみ傘もと思ったんですが、ちょっと入らない感じで、あとは外側の収納にはミラー1個入れときましょう。キティちゃんのこれかなり重宝します。はい、こんな感じで収納することができます。はい、それではバッグ持った感じを写していきたいと思います。ご覧ください。久しぶりに登場です、クリスチャン・オリビエ・パリのバッグ、ハーフムーンバッグということで、この曲線を描く、はい、今流行りのフォルムになっております。そして正面にはゴールドプレートで高級感もたっぷりですね。で、このモノグラム柄の表面は撥水加工がされておりますので、雨の日でも安心です。で、正面こちら横から見るとマチもたっぷり、後ろ側にもジップポケットがついております。ショルダーベルトは今一番長く設定してみました。で、肩掛けしてみますと、はい、あ、ここまで来ます。斜め掛け、はい、あ、腰下まで来ますので、長さは長く十分あるかなと思います。はい、ちょっと長さを調節しまして、スパック自体はですねそんな大きくないんですけど、形はすごくガチッとしておりまして、ブレないと言いますか、安定感のある、はい、肩にかけた感覚があります。使い勝手なんですけども、まずこの後ろ側のこのポケットですね、ここジップスーッと開けまして、今ミラー入れましたけれども、スマホとか入れておいてもいいかなと思います。さっと取り出せるので外ポケット非常に便利で、メイン収納はスーッと開けまして、内ポケット2つありますので、スマホはここですね、さっと取り出すことができます。あとティッシュ、ハンカチ類だとか、はい、あとジップポケットもありますので、貴重品さらにここに入れておくと安心かと思います。で、今回はハンディ扇風機ですね、モズさんのプレート付きの、はい、とても冷ややかに過ごすことができます。あとは、お財布ですね、はい、今回ミニ財布ちょっと小さめの入れましたけど、長財布も十分入るサイズになっております。はい、さらには奥の方にペットボトルも入れましたので、はい、このように取り出すこともできます。ちょっと大きいのはなるべく入れずに、はい、小さい細いステンレスボトルとかがいいんじゃないかとは思います。で、こんな感じで収納しまして、ジップを閉じまして、ちょっといっぱい入れすぎちゃいましたけれども、こんな感じで収納できます。で、今よく見るとここですね、この形ちょっと変形してますね。はい、これもしかして不良品なんじゃないでしょうか。ちょっとおかしな形しております。はい、というわけでおしゃれなモノグラム柄のハーフムーンバッグ、おすすめとなっております。大変お待たせいたしました。それでは本日も最後になりますが、バッグの正確な容量を測定していきましょう。それでは皆様ご一緒に、 How many ブルボン。バッグの容量は28ブルボンです。クリスチャンブルボンパリハーフムーンバッグおすすめです。はい、いかがだったでしょうか。ここまでクリスチャンオリビエパリのハーフムーンバッグ紹介しました。久々に登場でしたね。見た目の高級感、そして撥水加工もされておりまして、ポケットもですね、全部で4つついているという使いやすい仕様になっておりました。で、このカラーもですね、明るめのこれまでにない、まあ、そんな色ではないかなと思います。ハーフムーンバッグ大人気となっておりますので、気になった方はぜひチェックしてみてください。それでは今回の動画は以上で終わります。最後までご視聴ありがとうございました。今回の動画参考になったと思ってもらえましたら、グッドボタンお願いいたします。そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。
それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。